経済局の主な事業についてご説明します。それでは経済局の主な施策をピックアップしてご説明します。まずは活気と魅力ある商業地づくりのご紹介です。商店街魅力向上事業助成といたしまして、魅力とにぎわいのある商業地づくりや地域のコミュニティ機能の充実を推進するため、商店街団体が地域住民との積極的な交流のもとに実施するイベント事業や、安心安全少子高齢化や地域資源の活用等の地域課題への取り組み、まちづくりの観点から実施する新たな魅力とにぎわいを創出する事業に対する助成を行っています。商店街共同施設維持管理費助成といたしまして、商店街振興組合、商店街の事業協同組合などが設置する街路灯、アーチ、アーケードなどの伝統料等の維持管理費に対する助成を行っています。商店街商業機能再生モデル事業といたしまして、商店街の商業機能再生を図るためのモデル事業として、空き店舗の活用を契機とした活性化に取り組むリノベーション事業や、店舗が連携して先導的な取り組みを行うリノベーション事業の支援を行っています。地域経済活性化促進事業といたしまして、長期化するコロナ禍の影響に加えて、資源価格高騰や円安等による急激な物価上昇により厳しい経済情勢にある中、消費喚起やキャッシュレス決済の利用促進による地域経済の活性化を図るため、紙と電子のプレミアム付き商品券を発行しています。続きまして都市産業の振興のご紹介です。名古屋県の経済のさらなる発展を目指し、企業の新たな価値の創出を促進するため、経済団体等との連携により企業の交流競争を促すイノベーション拠点として名古屋イノベーターズガレージを運営しています。この名古屋イノベーターズガレージを活用して、起業家育成などイノベーションの創出に関わるさまざまなプログラムを実施しています。グローバルスタートアップ創出促進事業といたしまして、世界に通用するトップレベルのスタートアップ企業を創出するとともに、スタートアップエコシステムグローバル拠点都市を対象とした国の支援につなげるため、グローバル展開を目指すスタートアップ企業の急速な成長を支援するプログラムを実施しています。スタートアップと街中実証推進事業といたしまして、スタートアップ企業等が集積し、街中において社会実証が活発に行われる実証実験都市名古屋を目指し、民間フィールド上に実証環境を構築するとともに、社会課題解決を通じた先進技術の実証と実装を推進しています。企業の集積を促進するため、国内外に向けた企業誘致推進活動の展開や本市進出企業の定着に向けた支援を実施しています。ものづくり人材の確保、熟練技能者の退職に伴う技能継承教育の推進、中小企業の技術開発力の強化のため、工業研究所等において技術系人材の育成のための研修や実習を開催しています。ものづくり産業の人材育成の契機とするため、
小中学生を対象にものづくり教室などの創作活動の場を提供する名古屋少年少女発明クラブを運営しています。小中学生の企業意識の醸成や企業家的資質の向上を図るため、成長段階に応じた育成プログラムを実施しています。工業研究所では、技術的にお困りの地域の中小企業から相談をお受けし、依頼試験、分析などを行って、中小企業の課題解決をお手伝いしています。企業のみでは対応が難しい新製品、新技術の開発などについては、ご依頼に応じて受託研究などで支援しています。また、技術者向けの研修、講演、講習会などによる技術情報の発信など、多様なメニューを通じて地域の中小企業に寄り添った技術支援を行っています。名古屋市千種区吹上に産業振興施設である名古屋市中小企業振興会館を運営しています。ここには様々な見本市展示会が開催される吹上ホールをはじめ、各種展示場や集会施設があるほか、新事業支援センターや名古屋ジョブサポートセンターといった支援窓口があります。中小企業の経営基盤の強化を支援するため、経営上のさまざまな問題に対し、新事業支援センターにおいて専門家による窓口相談や中小企業診断士等を企業に派遣して、工場や店舗等の現場での改善など具体的なアドバイスを行う専門家派遣事業を実施するほか、経営上の法的な悩み事に対して弁護士が相談に応じる法律相談室を中小企業振興課に開設しています。市内伝統産業における技術の継承や活性化による持続的な発展を図るため、企業が若手技術者を育成する事業等に対して助成をしています。また海外市場向けの新商品開発による需要開拓の支援や、就業体験を行うインターンツアーの実施による後継者確保の支援を実施しています。中小企業金融の円滑化を図り、市内中小企業の成長発展を促進するため、各種の融資制度を設けており、令和5年度は国の経済対策を活用し、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業が金融機関の支援を受けて経営改善に取り組む場合に、低利で融資する名古屋新型コロナウイルス感染症対策系 ACA 資金を継続するほか、創業時に必要な資金の融資を行う新事業創出資金について経営者保証を不要とできるよう融資要件を緩和するなど、制度の拡充を行っているほか、きめ細やかな金融相談に努めています。現在実施している融資制度は、小規模企業等の振興、経営化の支援、経営の安定、新事業の創出のほか、経営の活性化、ものづくり設備の導入など中小企業振興施策の目的に沿った融資制度となっています。また令和2年度から令和3年度にかけて、国の緊急経済対策を活用して行った名古屋新型コロナウイルス感染症対策事業資金の利用者を対象に、名古屋市信用保証協会が実施する経営支援事業に対して助成をするほか、同資金にかかる利子補給等を実施しています。職人の技を広く市民に紹介し、
ものづくりの素晴らしさを伝えるとともに、技能職者相互の連帯を深め、技術水準の向上を図るため、名古屋市技能職団体連合会名古屋伝統産業協会と連携し、尾張名古屋の職人展を開催しています。また求職者の就労を継続的に支援するため、名古屋ジョブサポートセンターと区役所においてハローワークと一体となった職業相談・職業紹介事業等を実施するほか、中小企業の人材マネジメント力を向上させるため、人材確保に関する相談窓口を運営するとともに、採用ブランディング、副業・兼業等の外部人材の活用による経営課題解決、多様で柔軟な働き方の導入を支援しています。生鮮食料品等の円滑な流通と安定した供給を確保し、市民生活を安定・向上させるため、卸売市場法に基づいて農林水産大臣による中央卸売市場の認定を受けて、本庄・北部市場・南部市場の3市場を開設しています。平成19年2月の南部市場開設と同時に南部土地区場を開設し、卸売市場併設土地区場として運営しています。中央卸売市場における競りの様子です。令和5年度の予算を大まかな区分ごとにご説明します。活気と魅力ある商業地づくり、都市産業の振興などを行う産業費として約827億円、工業研究所の運営費として約3億5000万円、職員の人件費として約20億円を計上しています。また市場の運営を行う卸売市場費及び食肉流通施設費として約92億円を計上しています。最後になりますが、経済局の組織についてご説明します。経済局には総務課と4つの部署があり、コロナ禍においても産業力の維持、さらなる強化を進めるとともに、新たな価値を創造する産業の振興を目指しています。まず総務課では、議会関係の所長制や局内の庶務・経理事務などを行っています。産業労働部では、産業振興計画の策定と実行、就労支援、中小企業の経営支援や金融の円滑化などを担当しています。次に商業流通部では、地域商業地の活性化、整備促進、中央卸売市場の総合調整などを担当しています。イノベーション推進部では、次世代産業の振興やスタートアップの支援、産業立地の促進、企業誘致などを担当しています。工業研究所においては、技術相談、未来試験等の企画・調整などを行っています。以上で経済局の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。